はい、どうもじゅんです。今日の動画なんですけど、今日は背中トレーニングをね、レクチャーしていきたいなと思います。で、背中トレーニングといえば、まあ、デッドリフトとか懸垂とかダッドプルとか、まあ、王道種目ってあると思うんですけど、その中で懸垂ってね、僕、めちゃくちゃこれ大事な種目だと思ってて、実際にね、僕が、今年の大会で背中が変わったって言われてた中で一番僕がやってた種目っていうのがこの懸垂です。これを必ずトレーニングの前に50回ぐらいを毎回やるようにしてたら結構背中がね、変わってきました。なのでこの懸垂すごいと思います。ところが懸垂も結構やり方があって、今までね、僕の懸垂のやり方っていうのはこれ結構みんなそうだと思うんですけど、まあ肩幅よりもちょっと広めに振って、ここにぶら下がってすぐ、まあ、これが普通のね、一般的に懸垂のやり方だと思うんですけど、もちろん普通にやっててもそれなりに、ね、広背筋に効くんですけど、より、広背筋の細かいところだったりとか意識してやる方法がありまして、このやり方が、まあ、これラットプレとかも同じなんですけど、握った時に手引っ掛けてなんとなく今まで握ってたんですよ。そうじゃなくて背中トレーニングの場合、特にこれ、ね、上から引くような種目の場合はしっかりと手首を巻き込んで、グリップないときついとしたらもちろんグリップしてください。グリップした状態でこう手首を単純にこう引っ掛けるように巻き込む、そんなイメージでしっかりと握ってあげる。で、小指側からしっかり引っ掛ける。そして上げるときも大事なんですけど、これもね、大胸筋の種目と同じように胸をしっかりグーッと、これでもかってぐらい張ってあげてください。グーッとで張った状態でしっかりグリップ回って、張った状態でで、ちょっとね、できる人は上で一瞬ホールドするようなものにしてください。これがね、もう体が丸まった状態でグリップなんとなく引っ掛けてこうやってやってると、なんとなく効くし、なんとなく上がるんだけど、やっぱ背中にね、ダイレクトにバツンと来ないので、しっかりと手首巻いて胸張って胸骨、この胸の骨をね、ここにつけに行くような、こういうイメージで引くようにしてください。で、できれば上で一瞬ほんと数秒でいいんで、1秒2秒でいいんで、一瞬グッと止めてあげるようにして、で、しっかり動かしてあげて、アジャストがない状態でこれやるの結構難しかったりとか、懸垂が普段からね、まあまあできる人じゃないと難しかったりするんで、まあ、できればね、基本的にジムにアジャスターついた、こういう懸垂のあると思うんで、アジャスターつけながらでいいんで、しっかりフォームね、今言ってるように手首巻いて、胸張るフォームしっかり作る。作ってから動作する、上で一緒に止めてあげてしっかり伸ばすというようなフォームを意識して、懸垂やるようにしてみてください。で、これをやるようになってから背中は引き方の感度がすごい良くなったのと、やっぱりその絞った時に背中のカットの出方とかも良くなりましたし、しっかり広背筋がね、セパレートが、出るようになったと、すごい実感したんで、ぜひこのやり方を試してみてください。で、回数はですね、今のやり方でしっかり意識してやると結構10回やるのもきついです。まあ、上で何秒ホールドするかとか、どんぐらい可動域取るかで、まあ、変わってくるんですけど、なるべく可動域を大きく取って1秒ぐらいホールドしてっていう意識でやると10回前後ぐらいになるので、ものすごくきついと思うので試してみてください。で、僕の場合だったらここにね、10キロとか15キロとか加重して重量つけてまたやったりするので、しっかりフォームが意識できる人は、重量をつけて少し強度を上げてやるようにしてください。懸垂に関してはね、この正しいやり方でしっかりやるっていうのが一番効くんですけど、まあ、最後の最後まで、ね、上がらなくてちょっと追い込みたいっていう人は、まあ、しっかり手首は、ね、巻いたままでいいんで、巻いたままにして最後はちょっと可動域が浅くなったとしても、ちょっともう無理くり上げてあげるんじゃないかというような、ちょっとスピードを持って上げたりとか、で、最後の5本追い込むとか、こういったやり方もあると思います。しっかりとフォーム意識してじっくり上で止めて、できる回数までやって残り足りない分はちょっとスピードで、上げてあげるというふうにやると最後まで追い込めるので、やるようにしてください。
僕アメリカ仕様行って、ミロシに背中トレーニングをねやっぱ一番見てほしくて、と思ったんですけど、大事なのが狙った部位と自分の脳とのコネクトがすごい大事だったんですね。やっぱりその背中トレーニングやるときも、例えば今広背筋狙ってるなっていうふうにこういうふうに懸垂やるときも、背中のところにこう細かい筋繊維がバーって見えて、あ今ここが動いてるぜみたいなのを頭の中でこう深くイメージする、これが何よりも大事っていうふうにアメリカ行って僕はミロシに教えてもらいました。でそれはね、この懸垂だけじゃなくて他のね、ベントオーバーロードとかデッドリフトとか、ね、マシンのプルダウンとか、ね、シーテッドロード全部の種目で同じです。最初の動作の前のコネクト、これがマジで背中にはより重要って言ってたので、なんか背中がうまく成長しないなとか、なんかやってるんだけど思った成果じゃないなとか、意外に俺なんか胸はすごいのに背中しょぼいな、まあ、僕はまさにそれだったんですけど、それを意識するようになって日本帰ってきて背中トレーニング、それを意識してやるようにしてから、例年よりもなんか聞き方だったりとか意識の仕方が全然変わってきました。なのでちょっと、ね、背中トレーニングやるときはそこを意識して、やるようにしてみてください。はい、じゃあね、今のおさらい実際に僕が、やってみますけど、この時にもうこの背中に、ね、こう巻き込んで小指側で引っ掛けるようにすると、ここに負荷が乗った感覚が、得られるんで、しっかりと引っ掛けて、引っ掛けて、ここで筋負荷を感じたり、ああ乗ったなと思ったら足を離して背中に引っ掛けて張った状態で、で可動域を引き取って、で上がらなくなったら手首をしっかり巻き込んだ状態でいいんで、少しスピーディーに体を使ったりして、残りの回数を、これ、3セットぐらいやれば相当これだけで背中パンパンになります。で僕の場合これ1種目目に、ね、最後の方だとできないので1種目目に持ってきて、まあ、背中への、引き方をより良くしてから他の種目に行くみたいな感じで懸垂をやっています。ただ思ってるより強度高いのと結構難易度高いので、今までね背中トレーニング懸垂やってなかった人とかはやってあげればよりね背中変わってくると思うので、懸垂のね一つの背中の種目として入れるようにしてみてください。じゃあ今日は